平野紫仕様、インスタライブ中にまさかの生電話。ファン大興奮の裏側。こんにちは、読者の皆様。今回は元キング・アンドスのメンバーであり、かずを風靡した平野紫仕様に関する驚きのエピソードをお届けします。彼のインスタライブ中に起こったまさかの出来事に、ファンたちは大興奮。それでは、詳細をご紹介しましょう。 インスタライブ中に生電話の衝撃。14日、平野志洋が自身のインスタライブを配信している最中、まさかの出来事が起こりました。1時間にわたるライブ配信の終盤、彼のスマートフォンが鳴りました。驚きながらも、平野はその電話に出ることを決意しました。友情にびっくり。電話の相手はなんと、親友からのものでした。平野は電話を受け、 そのままライブ中に会話をスタートさせました。しかしその友人は、平野がインスタライブ中であることを知っていたにもかかわらず、ほんと、やばいんだけど、と笑いながら怒りをぶちまける一幕も、そのやりとりは、ファンたちの度肝を抜くものでした。ファンの想像をかき立てる正体とは、電話の相手の正体については、平野潮は意味深な言葉で語りました。 僕と似た体型のゴリラっぽい方というか、顔がちょっとモアイっぽいというか、とのこと。これによって、ファンたちはその正体を予想し、様々なコメントが飛び交いました。ファンの予想と驚愕の事実。コメント欄には、慎太郎などとシクストーンズの森本慎太郎が電話の相手ではないかと推測する声が多く見受けられました。 また、怒られるぞ、という声も多く、電話の相手がジャニーズ事務所を退所した平野紫耀に生電話したことで、ファンたちが彼を心配している姿勢も伺えました。平野紫耀と森本慎太郎の友情。平野紫耀と森本慎太郎の親友関係は、ファンたちにとってもお馴染みのものです。 森本がラジオ番組で語ったように、彼らの友情は本物であり、彼の誕生日を祝うなど、深い絆で結ばれていることがわかります。驚きと友情の瞬間。平野仕用のインスタライブ中に生電話がかかってきた驚きの瞬間。その相手の正体ややりとりの様子からは、平野の人柄と友情がにじみ出ています。 ファンたちも彼の一幕に大興奮し、コメント欄には様々な予想や反応が集まりました。平野仕様の魅力が存分に詰まったこのエピソードに、ファンの皆様もきっと共感することでしょう。以上で、今回の記事を締めくくらせていただきます。今後も平野仕様の活動から目が離せませんね。お読みいただき、ありがとうございました。